熊本の最果てよりです、今日はね、熊本最果て村のヤギとニワトリを宮崎県、新しく宮崎県で村づくりが始まったので、また、そこに連れて行こうと思います。宮崎の村はね、この世界がどうなっても安心安全なクオリティで作っていこうという隠れ里村で、山沖のどんつきにあるんですけど、そこに、僕の今まで集めた固定種の種や、そして動物たちを移動して、世界がどんなになろうとも安心な楽園を築いていこうという流れでございます。長距離移動楽しみです。シンクの種、僕が集めた種各種も持っていきますよ。やっとこの時が来たって感じ。まず鳥小屋ね、ケトラモバイルハウスができました。ママいいじゃんね。ここにヤギが、ここにもなんかつけるってことやろ。ダツキントラクターでございます。めっちゃいいよね。はい、行きますよ、解放。はい、帰れや。はい、少しです。動くシンクの動く城にニワトリ。とりあえずこの、はい、行きますよ、宮崎に。はい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 、行きますよ。はい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 、あの車やで、乗るで。はい、準備完了です。これでいざ宮崎に向かいます。種と苗もあります。バイ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 。うん、×です。さよなら最果て。はい、安定して走っておりますけれども、見てください、この豊かな日本っていう。はい、着いた。なんていう村なんだ。はい、到着しました。ここが安住の地ですよ、ヤギニワトリさん。いや、まあ実際最高やな、これ。ここはどこなんだ。きょどってます。はい、フリースタイルでお前らの行きたい場所に行ってみろ。こい、うい、はい、安住の地へようこそ。オープン、らっしゃい。はい、ようこそあの村に。このオンドリがちょっとね、目玉。こいつは本当に強くて賢い、いい DNA を持っている。はい、着陸。新天地に着陸。いいですね、あの村へようこそ。あの村の土めっちゃ柔らかくて、めっちゃいつもよりも12倍増しで砂浴びしてます。うわぁ、平和だ。はい、イタチにニワトリが襲われないように囲いの周り、あいつら掘るから囲いガッと重ねて防御壁を作っております。娘が離婚したけど来ました。来ました。あ、こんにちは。ああ、海平くん。嫁と娘です。離婚したけど。元嫁です。元嫁。元気。いや、めっちゃなんかここ気に入ってる感じよ、みんな。よかった。なんかこの土がさ、やっぱ。掘りやすいから。そう。はい。あった。あ、まあ今んとこどういう行動するのかチェックしてる感じやな。でも、脱獄した。ヤギは？ここだ。あ、いた。こんなとこにいた。だから行けないかと思ったんだ。はいはい。なんでもっと草あるとこに行きゃいいのにな。美味しい草がある。自分の好きなやつ。そればっか追いかけたらここに来てしまったんやな。新天地やで。ミミズ発見した。ここが
自分たちの家だということを数日暮らして認識してもらいます。昼間放し飼いで夜はここで寝てもらって、ここで毎朝卵を産むということです。はい、してもらうようにこのようなライン取り、はい、相変わらず道草、はい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 、あれも落ちて、はい、どこの、あの向こうのロープ、向こうのロープやな。はい、じゃあつけて、この屋根を家だと思ってくださいよ。今日のところは来い来い、はい、このライン取りにあのリードがつながるとこの距離で草食べながらそこそこ自由に動けて、ここの屋根に寝床はなると。はい、つないでください。はい、まずはここが新しい家だと認識してくださいよ君たち。このようにライン取りで自由に動けるというわけです。さあ、いよいよあの村作り、村っぽくなってきましたよ。いろんなものが集まってきます。お楽しみに。鳥たち、はい、やっぱ日陰が屋根の下で休んでますね。はい、おはようございます、うん、そう、こういうところで飼うとイタチに夜襲われるっていうことがね多いんだけど、河原でこのように深く掘り込んで防御器を作った上に外側もこのように固めて、落ちてきた、なんやね。よし、じゃあ今日解放しますよ。はい、オープン、開放します。はいはいはい、自由にしなさい。いっぱいついばめよ。さすがに卵はさすがに産んではいませんね。はい、おはようございます。どうも、やっぱりここの土が本当に柔らかくていい土で、虫もいっぱいいて、やっぱ動物も環境によって全然この生き生き感が変わるんやな。最果ての土地は結構岩盤の上で固めの土だったから、なんか生き生きしてるもんな。おはようございます、いい朝です。この広大な牧草地もあるので、ヤギにとっちゃ最高でしょうね。ここで草食べ放題のフィールド、いい村ですよ。鶏たちも広い敷地で自由にやってくださいよ。はい、好きにしてください。どこ行くんやろ、はい、お前も好きにしてください。はい、どうぞ。とりあえず自由にさせてみましょう、どんな風になるのか。はい、出来たてファイヤーピットです。焚き火も楽しみやね。はい、うん、広大な土地ですからね。めっちゃくっとりますよ。本当草刈り代わりに本当にいいっすよね、この山。うん、くっとりくっとり。まあいいか。こういうね、屋根があるっていうのがまた農家特有の作業屋根なんだろうけど、ヤギも雨からもね、強い日差しからも逃げられるというね。本当こういう広い環境とか建物が素晴らしいよね。リフォーマーしていくにせよ、あそこでは鶏たちが楽園築いとるし、いいじゃないですか。この広大な土地で自由に生き生きと皆さん暮らし始めていますよ。
栗の葉が好きなんやな。いいじゃないっすか。というわけで、世界がどんなだろうが安心なクオリティ高い村が、宮崎あの村、飛鳥湖畔チームによるあの村が始まります。楽しみです。